どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲が弾いて歌う弾き語りがすぐできるようになりますよということで日々簡単ウクレレレッスン公開しております。今日もモリモリやっていきます。今日取り上げる曲はこちらです。ドーン、ユニコーンの大迷惑。これはもうユニコーンのもうめちゃめちゃもう代表曲でございます。はい、これスカのリズムがね特徴的です。ちょっとこの畳みかけてきますからね、つちゃ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 ってことで結構テンポも早い。まあなんですけどここはもうガズレレですからですね、簡単アレンジにさせてもらえて、させてもらっておりますんで、ご安心してください。ゆっくりこの曲を奏でるのも結構面白いかなというふうに思います。歌詞の内容を今読んでもらうとねかなり深いことになってますよ。はい、この曲もりもり楽しんでいきましょう。さあ本日はですね G ラボのこの、ガズモデルウクレレこれニューカラーです。見てチェリーサンバーストというこの鮮やかな色、このウクレレとシンプル簡単バージョンではこっちのね初めてウクレレ使ってレッスンしていこうと思うんですけど、ただいま G ラボウクレレ販売予約受付期間真っ最中となりました。ぜひ皆さんこの最強最高のウクレレゲットしてください。いろんなラインナップありますからね。エレキウクレレもあるし、ガズモデル、ブラックビューティーモデル、ウスレレ、タビレレ、もういっぱい種類があるんですよ。じゃあ公式ホームページにねご案内載っけとくんでぜひ見ていただきたいんですけど、それと付随してこれ5月25日今週の土曜日ですけれども G ラボ祭り開催です。ここにも書いてあるように総額100万円の豪華プレゼントが、当たっちゃうよというね豪華オンラインイベント。参加資格はですね G ラボウクレレユーザーであれば誰でも参加できますよ。はい、今回の募集でもねもちろん参加できることになってますので、初めてウクレレから参加できますから、ぜひ皆さんこれチェックしておいてください。そしてこの本です。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本ご機嫌ガズレレデイズ、主婦の友社から全国発売になりました。ここにもご機嫌って書いてあるんですけど、ご機嫌で音楽してご機嫌で毎日送れる、これデイズですからガズレレデイズ、ご機嫌でね日々が送れるよというねとっておきのね言葉がたっぷり詰まってる写真とかもいっぱい入ってますけどね。はい、ぜひこれご注目ください。概要欄にこっちの詳細も貼っておくんでぜひねお手に取っていただければというふうに思います。じゃあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者様向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりありますけど、まあ、この曲ってこの速さっていうか勢いが結構大事だと思うんですけど、まあ、ここはですねちょっと一回落ち着いて4つ弾きでゆっくり簡単コードでやってるんですけど、1個だけどうしても出てきちゃう C マイナーというコード、これがもうねどうしても必要なんです。ここだけ今ちょっと軽くやっとくと1弦の3フレット、2弦の3フレット、3弦の3フレットを押さえます。こうでもいいしこうでもいいし、とにかくこれ頑張って押さえてください。そうしたらできますからね。はい、簡単バージョンからこの C マイナー登場していきますということで、ここ以外は簡単ですけど、歌はね結構畳みかけてきますから聞き込んでやってみてください。で後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンは何と言ったってあのスカのリズムです。ツチャ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 、この軽やかなリズムに乗せてもうね感じ出していきますからね。イントロのフレーズなんかも完全再現でかなりかっこいいバージョンもね精度が高まってますよ。これはすごいことになってます。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあまずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけでこれからの人生自分の手で自分が大好きな曲を生み出せる、ぜひこの体験していただきたいなと思います。ガズレレで音楽始めてください。さあレッスン入っていきましょう。ユニコーンの大迷惑、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。 1,2,1,2,3 ねI'm gonna make you mine.
がロミオ、君がジュリエット、こいつはまさに大迷惑、君をこの手で抱きしめたいの、君の寝顔を見つめてたいの、街の明かり潤んで揺れる涙、涙の物語か、この悲しみをどうすりゃいいの、誰が僕を救ってくれるの、君がカンイチ、僕がジュリエット、この世はまさに大迷惑、逆らうとクビになる、マイホーム没になる、帰りたい帰れない、二度と出られぬ愛地獄、大迷惑ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやってみました。今ぐらいのテンポだったら結構大丈夫じゃない、まあ、それでもね、初心者したら早いかなと思うかもしれないし、歌のね歌詞がいっぱい詰まってんですよね。この悲しみをどうすりゃいいの、ここがやっぱりね、言葉のテンポも結構大事になるし、やっぱりこの曲あのスカのリズムですけど、やっぱロック魂に溢れてるし、歌詞の内容とかね、なかなかすごい深いですよね。なんかいろいろ考えさせられちゃう、本当にね。ぜひぜひこの感情とともにこれを弾いていってください。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットオリジナルアレンジバージョンになっております。これね、歌詞が本当ね、すごいストーリー仕立てになって、全部やりたいんですけど、これ、フルコーラスでやりたい方、まずはガズレレバージョンを練習してもらって、慣れてきたら、これね、フルコーラス、コード進行はもう繰り返しなんですよ。で、コード書いてもらって、歌詞をどんどん書き加えて、オリジナルの楽譜を作って、フルコーラスもぜひやってみてください。まずはガズレレで練習してね、ガズレレバージョンには全ての一応要素が、取り込まれているもので、はい、ここやってみてください。はい、そしてね、ガズレレの動画にはね、歌詞とコードが出てますんで、それ見ながら一緒に合わせてもらって、1個目のゴール設定としては、ガズさんが今やったシンプル簡単バージョンのガズさんの演奏に合わせてできたら、まず素晴らしい1個目のゴール達成でいいんじゃないですかね。結構言葉はね、さっきも言ったけど、早かったりリズム乗るの大変だと思うんですけど、そこ楽しんでやってください。一緒にできるようになったよという方、おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですよね。でも最初から歌詞とコード全部丸暗記するのっていうのはやっぱり大変ですよね。覚えちゃったらね、もうほんと大空に向かってとかいろいろできますけどね、やっぱ全部暗記するの大変。じゃあどうしようかってことなんですけど、やっぱり楽譜練習がいいと思うんですよ。楽譜を何回も何回も見て覚えて自分のものにして、心込めて歌えるようになると素晴らしいかなというふうに思うんですけれどもですね。はい、でも楽譜って一体どこにあるんですかって声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のガズがやった演奏はですね、このガズをですね、この手書きのノート楽譜、はい、これを見ながら今プレイしていきました。今日はなかなかもうギッチギチになってますけどね、これもうちょっとしたらこんなにカメラに大きくとして、みんなもこんなに書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス、ガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブガズ投票を頂戴しまして、日々ガズが取り上げているガズレレッスン動画で使ったカーの手書きのね、楽譜をですね、デジタルデータでですね、皆様にお手元に、毎月5曲しかもお選びいただきます。もう今までガズがね、手書きで書いた楽譜はもう1000曲以上軽くありますからね、その中から5曲選べて、しかもそれを管理するね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのメンバーだけが使えるアプリをダウンロードして、そこでねご活用していただけたりする画期的なサービスです。でね、このねガズクラブは楽のダウンロード以外にもね、いろいろやってます。毎月2回、ガズクラブメンバーだけが参加できる大セッション大会ガズオンが行われていたり、皆さんの演奏を発表できる場所がね、あちこちにあったりとですね、かなり面白いクラブ活動になってます。ぜひご注目ください。そしてこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは YouTube のメンバーシッププログラムというのをやってまして、 YouTube のライブ配信による生配信を毎週2回行われております。こっちは大学なんで、16ビートの茶とかカッティングとかできるぐらいの方が入ってきていただけると、めちゃくちゃ濃厚でどんどんレベルアップできるすごいプログラムになってますからね。毎月課題曲を決めて、もう生でもうチャットでやり取りしながらね、どんどん深めていく、すごい面白い体験になると思います。あと毎朝7時半から
からガズラジというラジオ配信やってます。スタンド FM という誰でも無料で聞けるラジオアプリで、7時半からやってますけど、いつでも聞けますよ。はい、めちゃくちゃいいこと喋ってます。何かヒントがたくさんあると思うんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。今言ったこちら辺のことですね、概要欄にまとめて貼ってあるんで、興味ある方ぜひ入ってきてください。それでは楽譜を見ていきましょう。大迷惑ユニコーンの代表曲でございます。さあ、見てみましょう。これイントロって書いてあるんですけど、これタブフという楽譜なんですけど、これかっこいいバージョンはね、イントロのめっちゃかっこいいフレーズを弾きます。これ後で解説するんで、まあちょっと後でお楽しみにしといてください。シンプル簡単バージョンはこのイントロからやっていきました。これかける2ですね。でーんでれーみたいな、ちょっと怪しい感じのビートに乗ってるやつでございます。はい、で、こっから歌が始まるんですけど、ちょっと今日ね、見てワンブロックがちょっとちっちゃくなってます。で、これいけるかなと思うんですけど、こっちの方でかなりぎゅうぎゅう詰めになっちゃったんですけど、結構シンプルなコード進行で繰り返しなんで、これでなんとかちょっと皆さん、分かっていただければと思います。これ、1234、1234ですからね。はい。まあ、血の外れでしゅべるばさりげなく。だから今日ちょっと字がちっちゃいです、かなり。申し訳ない。ちょっと見づらいんですけど。分かりづらかったら、動画のテロップを一時停止して、書き出していただくのもいいかもしれないけど。はい、お時間ある方はこうやって写しておくので、この通りに書いてもらうといいと思います。で、今紹介させてもらったガズクラブで、はめちゃくちゃいいですよ。このデジタルデータ。この今写ってるこれのデジタルデータがお手元にダウンロードしていただけるんで、すぐご活用いただけます。このね、ガズノートの特徴を言っとくと、歌詞の上に点がついてます。今日かなりね、言葉が詰まってるんで、このね、点がすごく役立ちます。街の外れで、シュビドゥバー、さーりげなく、ここ早く歌う。はい。こんな感じ。夢にまで見て、マイホーム。はい、このコードが変わるときに点がついてる。こんなことですね。あとはこの歌詞カードには出てない、この伸ばすところとか、かなりガズノート、めちゃ参考になりますよ。もう、いろんな情報が入ってますからね。ぜひガズクラブで、このデジタルデータをダウンロードするのもご活用いただければと思いますが、お時間ある方はこの通りに書いていくといいと思います。ここちょっと見てもらうと、こう囲ってある。CCC A シャープ、CCC G7 みたいな感じ。これワンブロックコード、下に書いてあるのかっこいいバージョンで、こう、キメを引いていきます。後でここ、かっこいいバージョンで解説していきます。簡単バージョンは上の段で簡単アレンジしてますということですね。はい。はい、で、こうやって見てもらって、じゃあまずここの A メロから 1B まで見てもらいましょう。はい。一時停止で書いてってね。はい。で、ここ見てもらうとわかるんですけど、E7 ってここ、まあ、ワンブロック分空白が入るんですけど、ボディと1、2、3、4なんですけど、ここカッティングで、要は空間を演出するってことですね。で、ここ、とったーと書いてあるんですけど、ここ気づいた。ここ最初ね、裏から入ってくるんですよね。これちょっと動画を見て確認してください。ツッターンって感じで裏で入ってきます。ここがちょっとかっこいいで、ここは簡単バージョンからやってみたよと。はい。で、あ、そうだ、言い忘れてた。C マイナーです、噂の。ここの B メロで出てくるんですよ。この C マイナー、これ。これがですね、どうしてもこの響きが欲しい。頑張ってください。はい。これはすぐできると思いますけどね、後でもちょっとか、確認していきましょう。はい。で、ここからサビに入ります。ここサビは、もう早口なんですよね。とにかく畳みかけてきますけど、まあでもお馴染みのメロディーですか。いけると思います。コードもなんか流れがいいんで、この辺同じパターンで。ここだけちょっと、で、詰まってますけれどもですね。大丈夫だと思います。はい。で、本来はここから感想とか2番入っていくんですけど、もうここね、いいところの、サビっていうかね。まあ本当はもっと長いんですけど、ここがガズがピックアップした素晴らしいいい歌詞だなと思って。帰りたい帰れない、二度と出られない、あり地獄。ここのパートをこう追加して、ラストとしましたということですね。サビは1番とコード進行一緒ですが、はい。で、最後エンディングとして、ここ、ワンブロック、こんな感じで、ワンフレーズやって、F で終わった。はい、こんな感じで、なっております。じゃあ、出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるのがかっこいいバージョンなんで、今やった簡単バージョンはね、このコードです。言っていきます。C、C7、A マイナー、A7、F、D マイナー、G7、E マイナー7。だから、6、7、8個のコードだな、今日は。8個のコードで今の、ユニコーンの大迷惑、ガズレレイル簡単バージョンできました。今映ってる8個のコード多いかもしれないなと思うかもしれないんですけど、安心してください。ガズレレ必須コードという入門コードのグループのメンバーなんで大丈夫です。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、初心者の方に覚えてほしい入門コード10個のグループです。10個も覚えなきゃいけねえのと思うかもしれないですけど、1個ずつ見たらもうめちゃめちゃ簡単。なんだけど、いっぺんにドンと10個覚えようと思うと頭の中ごちゃごちゃにね、もう混乱しちゃうんで、そこで私が皆さんの頭の中にすごいこうスイスイ覚えられるめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、その動画のね URL 貼っておくんで、ぜひそこでお勉強してみてください。じゃあそれに加えて、さっき出てきたこの C マイナーというコードです。はい、もう一回解説すると、1
1弦の3フレット、2弦の3フレット、3弦の3フレット。こうやって押さえてもいいし、こうでもいいし。ガズさんはこうやって押さえてますね。指1本で。C マイナー。なんとかこれちょっと押さえていただければというふうに思います。はい。トライしてみてください。で、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。1個だけコード追加です。A シャープです。はい。さっきの C マイナーはもちろんね、出てくるんですけど、かっこいいバージョンでも出てくるんですけど、A シャープ。これもね、ちょっと押さえづらいコードで有名。こことこことこことここですね。こうやって押さえるか、あるいは1フレット全部押さえといてちょいちょいか。はい、A シャープ押さえづらいコードで質問すごく多いんで、A シャープだけを徹底解説している動画を概要欄に貼っとくんで、ぜひそれも見て A シャープほんの1回しか出てこないですけどね、入れていきましょう。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていこうと思うんですけど、まずねこれ歌ですね。よく聞くとね、楽しい歌なんですよ。最初のうちね、マッチのハーツレーゼシュービドゥバーさーりげなく、ここら辺の言葉のリズム結構ね跳ねてんですよね。この歌詞を読むに、まだこの A メロの始まった時は夢にまで見たマイホーム青い空でエプロン姿のねワイフがなんかおねだりしながら日向ぼっこしている、なんかこうすごい幸せなんですよ。ここのとこは幸せっぽく歌うのがいいかなとか、歌詞を見てこうドラマを再現するように、 B メロからだんだん怪しくなってくる。突然上司がやってきて、係長がやってきて、悪魔のプレゼントが来たみたいな、サビになってどうしましょうみたいになってるみたいな、そのなんというこの起承転結みたいな、そんなドラマ性もね歌い方とかでね表現するとかなり面白いんじゃないかなと思います。ちょっとねやってみてください。あと言葉のリズムめっちゃ大事になりますからね今日、ここだけ掴んでやっていきましょう。はい、じゃあそれでは今日出てくるリズムなんですけど、今日はもうそれはもうこのリズムでしょう。ドーン、スカビートでございます。スカビート、これはもうね、つっちゃ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 って、なんかちょっと軽快な勢いのあるリズムなんですけど、こんなリズムです。せーの、3回。はい、これウキウキ気分でしょ。これリズムキープちょっと難しいですけど楽しいリズムです。このね弾き方の解説は概要欄に貼ってある、ウクレレでできるリズムのいろいろっていうところに、もう解説動画、バッチリ上がっているんで、それでまあ練習してもらいたいんですけど、本当はこのスカベートってカッティングを一緒に入れるとかっこいいですよね。見てて。だけどこの曲ね、テンポがめちゃくちゃ速いんで、カッティングがもう入ってるか入んないか分かんないぐらいのスピードになっちゃうんで、あんまり今日は気にしなくてもいいかも。チャを弾いてアップ、チャを弾いてアップ、これの繰り返しでもう十分だと思います。マッチのハートレッシュビッグバンさーきりなく、はい、ただしこの警戒感は必要ですね。ツチャ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 ツ、軽々しい感じ、これが大事です。力入れるとこれ間に合わないけど、疲れちゃいますからね。手首柔らかく力抜いて、そう、1、2、3、4、こんな感じで奏でていきましょう。最初から最後までスカビートでございます。やりがいありますよこれは。はい、じゃあちょっと本編の解説入っていこうと思うんですけど、今回ちょっと目玉がですね、イントロのかっこいいギターフレーズ、これを再現していきます。タブ譜を見ながらやっていきます。このタブ譜の読み方概要欄に貼っとくんで、ぜひ見てもらいたいんですけど、今日ちょっとこれねハイレベルなフレーズになってるんですけど、ちょっとやってみますわ。まずこれ映してる通り見ててくださいね。 1,2,3,4。 これです。3弦の0044、2弦の66、また3弦の44です。はい、こんな感じのフレーズなんですけど、これかなりテンポが速いんで、今みたいに指一本で間に合わないんですよ。だからストロークでやるしかない。そうすると他の弦も鳴っちゃうじゃないですか。なるから1弦と4弦はミュートしてんですよね。1弦と4弦が鳴らないようにこうプチプチ言うようにこう触れてるんです。1弦と4弦、これがポイント。でもちょっと難しい人はまあ本当になんていうのか、雰囲気でもやりたいですよこれ。だからガズさんもちょっとノイズは出てますけど、これもまたなんとロック感があっていいんですよ。なんとかちょっとこれやってみてください。0044664444、ダダデディダダデ。これ弾くのっていうよりも、この出ない音、1弦と4弦の音を止めるっていう難しさです。こんな風に触ってですよ、ガズは。親指と人差し指で触っといて。はい。これはね、ちょっと取り組みがいがあるかなというふうに思います。フレーズは、ドドダダダダドドなんで、手はこう、ダダドドダダドドド。1弦から4弦まで全部弾いちゃってんですけど、左手で1弦と4弦なるべく出ないようにミュートをしてると、そんな表現になります。ちょっと深めて、ちょっとゆっくりやるんで、ガズさんの手見て研究してください。せーの、3、はい。親指で4弦の音を止めてる、触ってるだけです。
はい。一弦はこの指の腹で止めてですね、弾いてる指の、こんなのがヒントになればいいなと思うんですけど、ちょっとトライしてみてください。で、あとはもうずーっとスカビートです。はい。でーん、でん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 。はい。小気味よく。でーん。はい。これかっこいいでしょ。で、歌ももちろん全部これです。最初から最後までこれですから。まあ、気まずれちゃうば、さりげなく。こんな感じでずいずい言ってください。で、決めとしてはですね、一番の最後にですね、日向ぼっこをバルコニー、Hey, it's a beautiful day の後に決めがあります。日向ぼっこからやってました。日向ぼっこはバルコニー、次です。Hey, it's a beautiful day、ここ、んだつたつどーん。今のは C、C、C、A シャープ、シンコペーションです。ですね、C C C アンアップで A シャープいって、その次 C C C G7 でダーダーです。つたつたダーダー。はい。ここちょっとね、普通ブロックにいっぱい詰まってます。もう一回。ひなたぼっこはバルコニー。Hey, it's a beautiful つたつたつどんどんつたつたダーダー。こんな感じです。つたつたつ A シャープ、つたつた C G7 伸ばす。ダーダー。で、ここから B メロ。突然。ここもスカビートで駆け抜けていく感じですね。はい。で、この B メロの後に、無理やり。はい、ここ。残念2ヶ月の過酷な一人旅。カッ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 カ。このか、今のところ、ここ決めでまた、この悲しみをどうすればいいのって言ったら、裏の拍でね、アクセントを、スパーンって来たいんですよ。ここがちょっとね、表現するの難しい。もう一回3年2ヶ月か。3年2ヶ月の過酷な一人旅、カッ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 カ、この悲しみをどうすればいい。今みたいにやりました。もう一回、無理やり3年2ヶ月の過酷な一人旅、カカカカ、この悲しみをどうすりゃ、はい、アップでバンバン、ちょっとこの空間を開けたいってことです。つまりブレイクが入ってるんですね。3年2ヶ月の過酷な一人旅、カカカカカカカ、この悲しみをどうす、一瞬止まる。これが結構難しいんですよ。ピシッと止まるの難しいです。ずーっとつっちゃつっちゃで来てるから、プッとこうカッティングで止めてるわけです。カカカカカカカ、この悲しみ、ちょっとやってみてください。で、ちなみにここのね、ヒートリタビーのカッティングは、もう本当に、本当は、テク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 ってやってんですけど、ここちょっとそこまではね、早くてできないかもしれないんで、カッ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 、いいと思いますよ。ヒートリタビー、カッ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 、この悲しみを、こんな感じで最後サビに畳みかけていきましょう。で、サビもずーっとそのままでいって、街の明かり潤んで揺れる一番目のサビの最後の方。街の明かり潤んで揺れる、涙涙の物語か、ここでツタタタタタタ、これ物語か、スカビートじゃなくてチャッパ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 ッみたいに弾いていく。最初にチャを弾いといて、チャッパ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 ッ、で次の最後のバースのに行こうかなと思います。でその最後のバースの一番最後のところも、逆らうとクビになるマイホームボツになる、その後帰りたい帰れない、二度と出られぬアーギー地獄、ここもダーダーダー決めていきましょう。アリジゴカーみたいな感じで、このたまに決めるところがスカビートの間に入るとすごくインパクトが出るんでですね、こういうところはもう大行に決めという感じでやるのがおすすめでございます。ではざっと解説したんですけど、基本的にはこのスカビートをリズムキープ、ずっとこの軽やかな、スカビートでこうパワフルにというかね、もう疾走感満載でいくのがいいんですけど、早くなりすぎちゃうっていうのはね、ちょっとここ落とし穴なんで、まあその辺はリズムキープ、やっぱりこう体に落とし込んでいってみてください。で、やっぱり何回も言っているように、歌詞の内容がですね、かなりグッとくるっつうか、なんか、頑張れ若者みたいな気分になります。でもね、なんかそういうのをみんな乗り越えているんだろうなということで、なんか勇気を与える曲でもありそうな気もするし、なんか、まあ、幸せって、なんだろうって考えさせられるような、そんないい歌詞になってます。感情表現ですか、音楽。この辺もバッチリ胸に抱いて演奏していきましょう。それではやっていきましょう。ユニコーンの大迷惑ガズレレ流かっこいいバージョン。やってみる1, 2, 3, 4
迷惑、君をこの手で抱きしめたいの、君を寝顔を見つめてたいの、街の明かり潤んで揺れる涙涙の物語、この悲しみをどうすりゃいいの、誰が僕を救ってくれるの、君が完一僕はジュリエット、この世はまさに大迷惑、逆らうとクビになる、マイホーム没になる、帰りたい帰れない、二度と出られない、あれ地獄、大迷惑ガズレレ流かっこいいバージョンをやってみました。いやー、この曲はもういいですね。ドラマを見てるような感じですけど、あのスカビート、これあんまり翻弄されないでくださいね。こう流れるようにこうずーっと淡々とこう進んでいくと、これが心地よくなってくるんですよ。このビートに、スカビートに体をこう泳がせながら、気持ちよく歌う、力むとこの曲リズム台無しになっちゃうんで、そこを楽しんでいければいいと思います。はい、ただいまGラボクレたち大好評販売予約受付期間スタートになってますからね、ぜひ皆さん概要欄に貼ってあるGラボウクレレ、あのいろいろラインナップがあるんで見てみてください。はい、この新しいカラーもすごく綺麗でしょ。他にもいろんな情報ありますんでね、ぜひ見ていただければというふうに思います。はい、そしてこの本も忘れずに、はい、ご機嫌ガズレレデイズ、ぜひお読みください。最高の本ですよ、よろしくお願いします。はい、そしてガズレレではね、楽譜の本をですね、リットミュージック社さんというところからで、ね、もうたくさん出しております。ぜひこんな感じでずらーっとラインナップがありますんで、皆さんぜひお手に取っていただければと思います。 Amazon とかでガズレレってやったらずらーっと出てきますし、書店さん、楽器店さんなどでも取り扱いがあって、もうベストセラーですから、今年20万部もう超える勢いでございます。ありがとうございます。まあ、それだけで分かりやすくてね、もうご支持をいただいているということで、これ簡単バージョン の楽譜なんで、かっこいいバージョンはどんどん自分で書き込んでいく、そして自分で世界で一冊の自分だけの本を作り上げていく、そんな感じの本となっております。よろしくお願いします。あとね、ガズレレGラボではですね、アプリがあるんですよ。ガズレシピというアプリがあります。このアプリぜひダウンロードしておいてください。無料で見れる楽譜もありますけど、この楽譜 の、ね、ここの中で、楽譜もゲットできるんですね。で、ガズレシピのアプリの中で楽譜の管理ができたりとか、もうすごくいいんです。そのアプリの中でメトロノーム機能がついていたりとか、もうめちゃくちゃね、分かりやすいです。で、このね、ガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてあるっていうのが特徴で、さっきのリットミュージック社さんは簡単バージョンだけで、こっちは両方書いてあるということですね。なかなかいい楽譜になっています。あと書籍、本当の本もこっちもありますから、ぜひこっちも、見てみてください。で、ガズレレのウクレレではですね、見てください、ここにほら、水引きが挟まっていたり、毛糸のストラップだったりとか、あとキャップだったり T シャツとか、可愛い色のバッジだとかキーホルダーとかね、もうめちゃめちゃいっぱいトートバッグとかウクレレのバッグとかいろいろあるんですよ。その辺のことこれ公式ホームページのこのねバナーに行ってもらうといっぱい載ってますんで、ぜひいろんな可愛らしいグッズチェックしていただきたいというふうに思います。あとちょっと親戚のチャンネルでガズピアノっていうのをやってるんですよ。これもめちゃくちゃ面白いですよ。私ガズが発明した世界で一番簡単な弾き語りに特化した鍵盤楽器のプログラムです。弾き語りプログラム、私が発明してますから安心してください。ガズレレでできる人だったら余裕です。誰でもできるピアノ弾けたり、ぜひガズピアノもチャレンジしてみてください。さあ、そんな感じであっちからこっちから音楽楽しんでいこう、音楽を聴くよりやる方が楽しい、ぜひガズレレガズピアノをご活用していただいて、どんどん楽しい音楽人生を送っていってください。それでは皆さんごきげんよう。あ、ガズレレ公式ホームページ見たら大体のこと書いてあるんでチェックお願いします。さようなら、バイバイ。